リキッドクリスタルプレゼンツ、ビュアウィングス、やーすごい今日大勢でね、いいね、明るくて、ダイさん、そうですね、なんかいつもより遠いよね、遠いですね。これって多い方なんですか？でもね、5人出た時もあるね。ではご挨拶を。アーティストのためのアーティストを愛する方々のためのリキッドクリスタルプレゼンツピュアウィングス、本日のゲストの方はホームの皆さんです。すごいね、なんかね、ダイさんね、この間新宿に出ていただいて、はい、すごい実力を持ったアーティストさんたちですけれども、はい、それでは今日一人足りないんですよね。はい、ちょっとジジイが足りない。今日4人なんですけど、クソジジイが足りない。あとでチェック大丈夫ですね。そうです、リーダーがね、今日はちょっと休養で来れなくなったってことで、ちょっと他界しました。他界しちゃったの？あ、違う世界に行っちゃったってことだね。了解了解。あんまり大丈夫です。そこ流してあ、流してね、分かりました。スルーでお願いします。スルーで、はい、そうです。では、はい、そうしましたらメンバーさんの自己紹介をお願いします。誰からいきましょうか？じゃあまずアベニーさんから。はい、ギターのアベニーです。よろしくお願いします。よっ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 。僕いきますか？お、はい、ドラムパーカッションを担当してます、渋谷です。イエーイ、よろしくお願いします。ピアウィングス。では、はい、我々の自己紹介はちょっと待って、ちょっと待って、今すごい、ちょっとあなた。すいません、ちょっとメンバーすごい減らしちゃったじゃん。あ、そうでした、ごめんなさい。今気がついたの？天然だ。すごい天然すぎるほど天然です。ではね、花です。はい、どうぞ。はい、ポーの高一点のボーカルをやらせていただいています、サザビー、26歳独身です。よろしくお願いいたします。イエーイ、イエーイ。急に押したやかに、本当に押したやかに。嘘だ嘘だ、さっきジジイとか言ってたような気がする。でもね、サザビーちゃんすごいんだよね。なんかこういう感じのキャラなんだけど、歌い出すと全く全然違う声でね、ギャップすごいかっこいいです。もうこの間の新宿の時も、あの若い子にももちろん受けると思うんだけれども、おじさまたちがすごかったよね。はい、もうわーっと来て、もう写真撮影とか CD ないのとか、ものすごい勢いで来てたので、なんか私の方がおーって思いながら、うん、いや彼女ともぜひ写真撮りたいって言うから、どうぞって言ったらガサッと寄ってきてね、みんなでなんか卒業写真みたいな、集合写真みたいなの撮ってましたけれども。では、はい、皆さん、すいません、こう来てこうだと思ったんですよ。あー、そっか、すいません。いや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 、でも分かるよね、普通ね。あ、僕のそうですね、喋りたがってたね。もう本当すいませんでした。謝罪してしまいました。嘘です。で、リキッドクリスタルのダイです。よっ、ダイさん、ありがとうございます。ダイさん、かっこいい、かっこいい、かっこいいよ。ダイさん、すいません。いやいやいや、では、はい、そういたしましたら、はい、ポーさんのね、いろいろと今までの活動経歴等をちょっと拝見させていただきましたが、はい、うん、メンバーはボーカルのサザビーちゃん、はい、うん、で、ギターのアベニー、はい、うん、で、ベースのクリス、はい、今日いらっしゃるんですね、はい、で、ドラムのシビアンさん、ピアウィングス。今日1時間それをずっと、はい、押し通してくださるということで、1個見つけたんで。で、この4人で活動していて、はい、で、実際にライブ結構やってますよね。月に1回2回ぐらい1回、2回ぐらいは、ね、うん、結構やってる方だと思うんだよね。だいたいなんか私が知ってるインディーズのアーティストさんって
数ヶ月に、まあ数ヶ月っていうとちょっとすごい間が空いてるみたいだけど、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回っていうのがペースかなと思うんだけど、ポーさん結構ね、頻繁にやってる感じがするんだけど、もっとやりたい。もっとやりたいの？そうだよね。もっとやりたいよね。でもメンバーさんのスケジュール等もあって、この活動ってことなのかな。おっとこれはまあそうですね、スケジュールと、まあ、あと今までレコーディングもあったんで、あそうだ、はい、レコーディングでね、ちょっとなかなかね、その前に準備とかあったりして、うん、これからだ。じゃあもっともっとできるようになるの、サナビーちゃん。はい、うん、もっともっと歌えるようになると思う。そうですね、うん、またポーが売れ出したね。そうですね、うん、ね、もうこっちにどっぷり使ってやっていただけるんじゃないかと。で、ポー自体の、はい、あの結成っていうのは結構前になるんですけれども、はい、今の形になったのが、まあ、去年と。そうですね、去年の夏ぐらいですか、うん、去年の夏なんですね。で、さっきちょっとお伺いさせていただいたところ、サザビーちゃんの音楽歴、はい、うん、実はすごいボーカルのスキルを持っているのに、実はボーカルレッスンを受け始めたのが一昨年です。でピアノも、まあバイエルとかそのあたりぐらいまでやって終わりと、うん、あとハンドベルとかやってました。ハンドベル珍しい。ハンドベルってえ何でやるの。これ聖歌隊でやってました。ああそっかそっかそっか、聖歌隊でハンドベルか。うん、なんかそのくらいで、その他に特にやったことはないんですよね、音楽。歌は好きで歌ってたんですね、家でね。家でね、うん、いやでもそれでもすごいすごいです、ササビーちゃんの声、うん、あざで、アベニーさん、はい、うん、中学校時代になんか捨ててあるようなアコギをもらって、 そうですね、そこからちょこちょこっとこうやり始めて、はい、バンド結成して、そうです、でまあ音楽学校とかも行って、はい、で今に至る。そうですね、今に至りました。だいぶ多少だったりさせてもらった。いやでもすごいあれですよね、聞いてて音楽学校に入った時にこういったような道に進みたいとかそういうと思ったことってないんですか。あーそうですね、うん、音楽学校入った時はなんかハードロック一辺倒な感じだったんですけど、うん、ハードロッカーだった、まあ、まあ、ポップスもやりましたけど、うんうん、ハードロック好きで、ゼッペリンとかそうなんだ。じゃあエレベも弾くし、アコギも弾くし、まあ、エレギです、ね、あそうごめんなさいエレベは違いますね。そうエレギも弾くし、アコギも弾くし、そうですね、今両方じゃあそうですね、もうその曲に合わせてこう特化引っかえ、そうですね、うーん便利ですよね、両方弾けると。 うちの、 私の持ってるソソっていうユニットが、はい、元メタルのギタリストなんですね。でエレキはものすごい勢いでこうもうなんていうんだろう、自分のその感性だけで指もう何にも考えないで弾けるらしいんですけれども、ある日突然アコースティックやりたいなと思ってた時に、私がアコースティックのユニットをやらないってまあナンパして、でアコースティックを始めたんですけど、最初のエレキ始めてからアコースティック始めてものすごい大変だったんですよ。なんか指が痛いかもしれない。そういうことなのかな。なんかね、手首もすごい痛めたりとかするこう聞きますね。あ、そうなんだ。やっぱり人が首をやると腱鞘になるとか。あ、なんかシンセとかそういう軽い鍵盤を弾いてる人が後でピアノやるときついっていうのと一緒なのかもしれない。じゃあ今は両方もうスラスラと弾いてらっしゃるっていう。まあスラスラかどうかわからないですけどでもこの間のライブ聞かせてもらった分にはすごい良かったと思うけどな、うん、で渋谷さん、はい、うん、はい、パーカッション、ドラム、はい、中学の時に吹奏楽部をやっていたってことで、はい、初耳なの。あーそうですか。いやこれはそうなんですね実は僕は吹奏楽部だったんです。高校もですね、中学高校は僕は一貫校だったんですけど、そこでもずっと6年間ですね。クラリ、はい、クラリ、なぜクラリネットして、ドラム、パーカッションですよ。吹奏楽部吹奏楽部でパーカッションっていうのがあるんです。あの
スネアとかティンパとか、そうですそうです、そういうのを木琴とかね、鉄琴とかもありますし、うん、ユーフォニウムとかじゃない、ユーフォニウムはあります、また違う楽器ユーフォは吹く方だよね、管楽器でね、ありますけど、パーカッションなんてあるんだ、そうパーカッションあるんですよ、打楽器のあのそういうパーカッション、パーカッション入りたかったんだよね、私ずっと蔵だったんですよ、ああそうなんですか、わーそんな感じする、あそう本当はねピッコロとかやりたかったんですよ、ちょっと可愛いし、なるほど可愛いですよね、そしたら、はい、肺活量があるから蔵になってって言われて、蔵をやって、でもねパーカスやりたくって、あそうですか、こっそり練習してたら先輩にものすごい怒られて、そう自分の楽器やれって、そう自分の楽器練習しろってパーカスって何ですか、パーカスってピアノとかね、あの叩いたりとかするものをパーカス、ドラとか打楽器、そうです、アゴゴとか、そうだアゴゴ、そう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 、ジャンベとかコンガとか、ああいうような感じのものも全部パーカス、そうなんだ、うん、そうです、かっこいいですね、シンバルとかね、バシャーってね、そうそうシンバルとかやってるね、うん、で学校卒業してからは特には、あそうです、僕もその後専門学校行って、同じ専門学校なんですけどね、 あのアベンジャーと渋谷は ESP 違います、違います、何でも好きなこと何でも言わないかしら面白い何でも好きなこと言わないで、で、はい、じゃあ同じっていうことはでもお互い知ってたんですか、ね、知ってます、そうそうです、もともとあのそうです、僕がアベニューを紹介したんです、この番組、あそうです、そうなんだ、あなるほどなるほどなるほど、へえー、あじゃあそれ で, そうです、今はあると、そうですね、そうです、同じ、そう同じ専門学校つながりで、そうです、へえ、じゃあものすごい仲良しなんだ2人、まあ、なんでそこでこう考えるうーとか言って、まあまあまあ、まあ長くね、長くそうです、あの長いですから、あの知り合ってからね、腐れ縁的な方がいや、でもね、なんかそうやって長く一緒に音楽やってられるっていうのはなかなか難しいですよね、そうですね、そうか、ね、感性的なものとか方向性的なものがこうね見えてないとやっぱり、そう、うち大学の時イベサやってたから、なんか全然イベントサークルですか、イベサ最近流行るんじゃないですか、はい、あだから全然全然なんかミュージックに関係なくて、はい、ユーロビートばっか聞いてました、ユーロいいよね、はい、私もユーロ大好きだよ、テンション上がりますよね、うん、テンション上がりますよね、もうだって六本木でずっと歌ってたのユーロばっかり歌ってますからね、古いけどね、すごく曲自体が、それさ、パラパラだよね、ダンスね、はい私の時代ね、パラパラじゃないんだよね、もっと全然違う、違うユーロがあるんですか、ユーロのダンスってパラパラだけじゃなくてね、その前にもね、いろいろあるんですよ、で、私の前の世代の人たちはロボットダンスって知ってますか、ロボットダンス、へえ。そうそれ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 、今ねスタッフの人たちがねやってるんだけど、なんかこんなこんなこんなユーロロボットダンスで、そうロボットダンスで、ちょっと信じられない、で、もうなんかユーロでもちょっと日本人、日本人的な人たちはタケノコ族って言ったんですよ昔、あ知ってます、原宿ですね、ギバちゃんとかの、あそうそう、それでユーロを踊ってた人たちもいましたよ、だいぶ昔ですよね、もうね、そんな歴史が、そう、そんな歴史があるんですよ、今はみんななんかパラパラでこうね、なんかチャカチャカっとこう踊ってますけど、前はなんかものすごいド派手な踊りをみんなやってましたね、うん、なんか向こうからこう、あ半分だけ覗いて見てますけど、彼もユーロ好きですよね、あユーロ好き、そうそうですね、一応ね、すごいユーロ好きだよね、昔のしかわかんないです、うん、テクパラとか超うまそう、テクパラ、あもうギャップ、ジェネレーションギャップわかんない、わかんない、すみません、わかんない、だってそんな変わんないでしょ、ササビーちゃんと年、最近のユーロはよく知らないです、あ知らない、もう最近は知らない、あ知らないの、ササビーちゃん中3と大学1年の時にパラパラが流行っただけであって、あ、そんな知らないです、うん、で、であのすみません、今日は読む係いらないんですか、あ、ごめん、読む係でもね、あんま、そうねあの、抜かすところを抜かしていただければ、はい、あと、はい、ちょっと若干質問が来てたんですけど、はい、あのサザビーさんが紹介している時に来てたものなんですけど、うん、歌を聴いてみたいっていうこと、まあ、
聞きたいですね。聞いてください。もうね、これからね、アカペラで聞ける。今後ろでもかかってるよね。うん、あとね、もう、後でもう一回なんかね、この曲を今日は紹介って言って皆さんにお聞かせできますので。あ、はい、あともう一つ質問、あの押田純子さんって、あの歌手の押田純子さんってよく聞かれるんですけれども、全く別人です。あ、そうなんですか。そうなんです。あ、なんだ、僕は同一人物。これでだって馬乗ってると思えないよね。あの、僕ね、あの押田純子さんと。そう、あの知らない、違うで、知らないでしょ、だってそっちの押田純子さんそう、全く別人なんですよ。だから検索かけてよくこうね、もうその押田純子さんだってこう思って、昔からファンでしたって言われても、私馬も知らないし乗ったこともないし、困っちゃう時があるんですけど、全く違います。はい、で、あとですね、ハンドベルは楽器に入るなという質問が来ますね。楽器でしょ、ね、楽器だよね。はい、そうだよね。で、あと、はい、あ、いいですか。いいよ、はいはい、いいよ。あと、さっきあの専門学校の話をしてる時に、はいはい、PSP っていう、あの、質問が来てます。 PSP? ESP でしょ、なんか有名なのは。プレイステーションポータブルじゃないですか、それは多分、面白半分にある。そうですか、すみません、気づきませんでした。何 PSP って、うん、プレイステーションポータブル、うん、なんで黙っちゃうんですか。なんか今すごいスーッとおぼけになったんですかね。そうですかね、わかんない、あのコメント書いてすごけてくれたんだ。そうですね、そこ、あ、でも拾ってよかったですね拾ってあげてよかった。そこパチパチっていうのが寂しくてはい、ね、どうぞ。で、あ、自分からの質問もいいですか。はい、はい、いいですよ。名前の由来を教えてください。あ、出た、あ、来ました、この謎のね、不透明な部分来ましたね、うん、どうぞどうぞ。では言えますか、言えますか安倍さん、言えますか安倍に。ですね、うん、リーダーがつけたんで、そのリーダーがいないんで、うん、よくわかんないっていうのが、何とも言えない、他界してしまわれたから残念ながら他界とか、うん、まあ初めはですよね、なんか名前つけようっていう時に、そう、あの、なんかなんて言いました、なんかポープーとかいう名前だった、ね、初めプーだったんですけどね、うん、みたいですね、POO だったんですよね、うん、まあ、リーダーがザ・プーになってますよ ね、あ、本当だ、ザがついてたんだ、うん、ザがついてた、多分フーとかその辺から来てね、ザ・フーあたりから、ザ・プーだったんですね、うん、うちポットでのバンドだからポーって聞いたんです。まあそんな、そういうのも言ってましたね、まあ、ポの名前が浮かばなくて、なんかもうポット決めちゃえば、パッと決めちゃえばいいみたいな、なんかそれでパとかポとか、うん、そういうとこからこうってなったみたいですよ、なんかリーダーが言ってましたけど、まあね、クリさんはなんとなくわかるような名前の中になんか入ってそうな気がするし、クリハラ、うん、何本名を垂らす私全然さらっと聞きましたよ。アベニーさんもなんとなく、なシビアンさんもそうだよね、シビアン、サザビーちゃんだけが、うちだけちょっと好きなモビルスーツの、かっこいいモビルスーツ出た、使っちゃいました、モビルスーツ、ね、私ブランドかと思ってましたよ、サザビーちゃんって。なんか、何なんですかそのブランドは、ね、サザビーってありますよね、サザビー、でもモビルスーツらしいですよ、どっちが最初、サザビーブランドの方が最初なのかな、モビルスーツが最初なのかな、なんか動物の名前ですよね、クマみたいな、え、クマがサザビーっていうの、いや、クマじゃないですけど、なんか馬かなんかの、馬っぽい、また馬馬かなんかのですよね、アフリカかどっかの、え、そうなの、え、富野義行がサザビーのバッグが好きでつけたの、そうなんですか、そうなの、いや、そうなんですか、そんないいんですか、そんな、あ、ちょっとあの物知りの秋葉 .tv のスタッフさんもわかんないそうです。何、え、そうなの、見切らなきゃなんか動物の名前がサザビーらしいです、もともとは多分、確かにガンダムの名前が取ったんでしょ、自分としては、うん、ガンダムにサザビーっているの、出 てきますよね、サザビーかキュベレで、うん、キュベレっていうのも、キュベレで悩んだけど、でもキュベレの綴りが分かんないから、とりあえずサザビーでいっかってなってへー、それでサザビーちゃん、はい、うん、でもなんかサザビーちゃんって感じするよね、よく言われます、うん、なんか可愛いっていうか、うん、なんかチョコまかしてそうな感じで、チョコまか褒めてないですよね、褒めてるよね、全然褒めてるよね、超可愛いと思うよ私、サザビーちゃん、やだ、ありがとうございますおかしいなんかいいよね、サザビーちゃんの、もっとおだれてください、もっといじってくださいね、サザビーね、ダイさんもね、
なんかずっと黙ってる。大地さん喋ってないですけど。かわいい、かわいい、かわいい言ってたんですか。サラビーかわいいよねって言ってたんですか。ありがとうございます。はい、もっと言ってあげてくださいで、はい。で、次の質問が、はい、何しようかな。うん。アベニーさんとか、はい、なんだろう、作曲する方々に聞きたいんですけど、はい、好きな、好きなじゃないですか、よく使うキーは何ですか。キー、はい、キー、キー、はい、ああ、E O A A、 あの、C が一番作りやすい、うん、でもギターだからってことですか。でも別にギターだけで作んないんで、キーボードとか使うんで、はい、でもやっぱり一番初めに頭の上に思いついたキーでやるんで、はい、特に3つない、うん、なるほど、うん、なんだっけ、ごめんなさい、どうしたの。はい、僕、はい、渋谷さん、渋谷さん、渋谷アビアンさんかなと思って、アビアンって新しい、なんか生物がアビアンさん、違いますよ、渋谷、渋谷ですね、忘れしました、渋谷さん、はい、すごいな、渋谷さんはどうですか。はい、僕もあの A とかが多いですね、はい、あ、同じですね、 C とか E とかやっぱりそこら辺になっちゃいますね、簡単だからね、そっから ねシャープが少ない、そうですね、そっから作って、はい、あとなんですか、そのボーカルの音域に合わせてちょっと移調したりですね、するぐらいですね。だからまあ同じです、安倍さんと同じでした、すいません、一応アベニーって言ってもらって、はい、すいません、アベニーです、アベニーと一緒でした、はい、なるほどね、大丈夫ですか、大さん。あとは、うん、メンバー同士で喧嘩することってありますか。まあ対立とかは、うちすごいですよ、ね、もう超すごいですよ、もうちょっと殴り合いな、いや殴り合いしないですけれども、もうなんか曲を作る時もすごいですし、もうそれを発表する段階になってもすごいですし、お互いのそのこうなんか思いがこうバッとなんかそこで出さないでいつ出すみたいな、そのくらいの勢いですごいですね、ないですかねそういうのって。まあ意見のこういろんなね、意見のあれはありますよ、ぶつかり合いっていうか、まあまあでもまあ一応ね、でも諦めるっていうまあ妥協ですよね。妥協するのは誰が一番妥協するの。この3人、あ、3人、あ、リーダー対うちらですかね。すごい分かれてるそうなんだねえ、リーダーさん、リーダーはあれなんじゃないかな、こういう方向性でいきたいよっていうのがあって、それをみんなに伝えて、まあそうですね、それよくありますね、そうですね、でみんなが、ってなっちゃう時があると、多々ありますね。それはね、いいとこついてますよね。いやいやいや、まあでも、まあでもそんなもんかもしれない。そんなもんですね。で結局結果がどっちにしろ良ければ、ああやってよかったなってことになるし、そうですね、悪ければね、また違うものをリーダーが探してくるだろうし、そんなもんなのかもしれないね。なかなかちょっと難しいねこの部分はね。ねえ大さん。そうですね。うちもそういうの多いもんね。大さ、ね、んどうやって怒ったりするの？ああいい質問だ。いい質問。見てみたい。あ、怒るとこ見たい。見たい。ちょっと切れるの。なんで止まっちゃった。あ、それ怒ってない。そうなってんの。そう、ありがとうね。虐待が起こらない、今なんかもう猫パンチ、猫パンチ効かないんだじゃん。大さん、そんな感じ、そんな感じです。そんな感じっていうのは冗談ですけど。ありがとうございます。大さんが怒るときって、はい、多分ものすごいこうね、そんなのちょっとおかしくないっていうようなことを平気でこうバーッと反論してくる。あ、早口になるんですか。そうかもしれないですね。このボールペンは白でしょとかっつったら、白っぽいけどこの辺赤じゃんとか、なんかこの辺黒じゃんみたいな細かいところついてて、そう、すごいこう重箱の隅をこうほじくり出すようなことを言って、はい、でもういいじゃん、でも全体的に白じゃんって言うと、はい、でもこういうのは白とは言わないんです、白黒赤って言うんですみたいな、なんかそういう感じかな。あ、理系だね。理系っていうか、だからやっぱりこう打ち込み関係でこうピシッと作んなきゃいけない人っていうのは、そういうところがものすごい気になる。でもそうですかね。でもなんかね、自分のこととかそういうのに関してはものすごい大雑把なんだよね。すごい不思議です。いまだに
4年ユニット組んでますけど、いまだに分かんないダンサー、全く分かんないですね。この機会に、この機会にダイさんを掘り下げていいんですか。いやでもね、次ダイさん助けられたよね、時間にね。はい、曲の紹介ですよね。ね、今聞けなかったですけど ね、じゃあそれちょっとね、伸ばして伸ばして番組終わってからじゃあ、はい、中に入ってきますから個人的に、はい、はい、それではここで、はい、本日ご出演いただいているポーの皆さんに、うん、じゃなくて皆さんの曲をお聞かせいただきたいと思います。はい、はいはい、それではサザビーさん、曲紹介と曲の解説をちょっとお願いします。うん、サラリーマン の悲しみとか、うん、日々の辛いことに、ね、なんか押しつぶされそうになっている人たちがどう思ってんのかなとか思って書いてみたのかな。あ、夜行中です。はい、ではポーで夜行中です。聞いてください、どうぞ。時代になるなんて誰が想像したか、せめて死ぬまでに一花咲かせたい。20年後俺がこの手に持つアタッシュケースの中には何か
中でした。ありがとうございます。すごい、今ね曲聴いてて、ね、言ってたんですけど、レコーディングしたばっかりなんですよね。はい、でこれだけは、まあ、今日流すのでって言って、まあ、こういう感じ、まあ、全体的にはまだ仮ミックス状態で、これからミックスに入るらしいんですけれども、これだけ、まあ、完成に近いものっていうことで出してもらったことなんですよね。はい、ありがとうございます。とんでもないね、わざわざね。はい、ではライさん。はい。うん。さてからは。なんでそんな静かなの今日は。フォーの皆さんと、うん、ゲームをしたいと思います。イエーイ。ヤウィングス。やっと元気が。ヤウィングス。やっとライさん元気出たね。では。ゲームの説明お願いします。はい、最初はカウントダンスというゲームです。はい、そこにありますマンポケをつけていただいて曲に合わせて踊って稼いでください。稼いでって何。はい、はい、じゃあ第3にも一つ。はい、はい、お好きなところにつけていただいて。どこでもいいですか。はい、どこが行きやすいんですか。どこですかね。どこでもいいですよ。どこでもいいんですか。持ってやる人もいるし、いいですか。一番確かに、うん、でも持ってやってるのに一番低い人も結構います。私はこっちでなんですね、畳んで。はい、それではミュージックスタート。さて、点数の方を発表していきたいと思いますが、はい、まずアベニさんどうぞ。146です。おお、でも3桁いってる。あ、すごい。はい、はい、おお。それではサダビーさんどうぞ。増えた。89。はい、それでは渋谷さんどうぞ。173。おお、173。おお、手が増えたから。すごい。一番増えたね。180。185? 184。すごい。こんなところで勝っていいのか。それでは空気読まない今日の勝者は財さん。イエーイ。初めて勝ったかも。初めて。では座っていただいて妄想ピクチャーズに移りますか。はい、はい、これは財さんでは説明お願いします。まあ次のゲームは妄想ピクチャーズと言いまして、何も見ずにお題のキャラクターの顔を描いていただくゲームです。最初のお題は、機動戦士ガンダムアムロレイです。よしよしが出た。アペンムです。はい、誰が描きます。あ、メンバーさんとダイさん。はい、じゃ あもう一個ですか。あ、じゃあ、あ、はい、その3個じゃないですね。もう一つありますか。あ、出た。あ、あれが出てきました。スタッフさんが今ね、慌てちゃいましたね。私が3つで言ったので。すいません、ありがとうございます。すいません。もう書いていいんですか。もう書いていいですよ。いいですよ、いいですよ。スタッフ。はい、
アムロ、アムロレイさんですか。アムロレイ、アムロレイさん、どう、かけっかな。アムロ、アムロ、アムロナミエ、アムロレイさんね。アムロナミエ、むずアムロナミエ、計画自体、何年ぶりってことね。なんかすごい、それ違くない。なんかみんな、なんかちょっとすごいな、なんか挑発になっちゃったね。挑発なんだ。いや、挑発じゃないはずなんですけど。え、アムロレイって挑発だっけ。いや、わかんない。アムロレイってお父さんにも叩かれたことないのにっていう人。そうです、言ってます。あー、今思い出した。え、お父さんにも叩かれたことないのに誰が叩かれたの。ブライトさんです。ブライトさんって誰。9、ブライトの館長。ブライト館長。7、6、5、おー、そうそう、なんか一つ間違えると大阪のおばちゃんだよね。終了です。はい、終了です。まずは、アベニーさん、こちらのカメラに向かってどうぞ。こっちに、どうぞ。はい、じゃ、なんか、おばさんパーマ、おばさんパーマな人だね。おばさんパーマな感じになってた。アムロ、アムロ、レイ、レイ、では、消さずに持っといてください。消さずに持っててください。次は、サザビーさん、お願いします。じゃん、お、おお、なんか全身、おお、すごい全身だ、うん、顔バツだけど、でもこんな感じでいくような感じもするね。なんかデッサン画みたいな感じ。うまいじゃん、いい感じ、うまいじゃん。うん、ではでは、はい、それではシーブヤンさん、お願いします。はい、はい、違うでしょ、それどう考えてもちびまる子ちゃんの、それ違うでしょ、ちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃん、なんだろう、出てくるよね、中澤君と。あー、なんだかね、そうか、ダメですか。なんか家が燃えたんだってね、風みたいなね。なんか、うん、はい、違う、違う、あれこれだと思った。それじゃ違ったわ、なんだそれ。それ何、大さん、マスクをかぶってる。ちょっとナイトガンダムを意識したんです。何ナイトガンダム、なんか違くない。うまうまだってそれ、だってアムロさんがガンダムに変身するわけじゃないんでしょ。あ、皆さんこちらのカメラ、あ、向こうにハローがかかる。どうですか。誰が、あ、俺はサダビー。これはこれですよ、ほらほら、似てる、これ一番似てるかもね。え、アベニーさん一番似てるかもしれない。もちゃっとしてたことだけだ、うん、ダイさんが違うよ。ハロー、ハローうまいよ。ハローはうまいけど、ダイさんそれおかしいよ。そうですか。なんかでは皆さん、判定の方、ナイトガンダム物語、はい、じゃあアベニーさんが一番上手だと思った人拍手。イエーイ。あれ、何負けを認めてんの。じゃあサザビーさんが上手だと思った人拍手、うん、では渋谷さんが上手だと思った人拍手。あれそう、じゃあダーさんが上手だと思った人拍手。なんか違うでしょ。だってでは勝者はどっちかな。え、どっちかな、アベニーさん。え、俺らのいいの。イエーイ、いいでしょ、アベニーさんだよ。私が勝手に決めちゃったけどいい。いい、大丈夫、吉田さんが決めたことないから。出せないですね、この判定基準は。出せなかったって。じゃあ次、はい、次のお題は、うん、天空の城ラピュタのムスカ。ムスカ、ムスカ知ってる。大佐なんですか。わかんないです。大佐なの。大佐なんだ。大佐ですよね。え、まあ、人間なんですか。人間ですよ。ムスカって人間。人間でいいんですね。え、ムスカ、はい、全然わかんないですね。ムスカは、はい、あのね、なんかヒンド言ってください。うん、ムスカは、うん、そうそう、はい、ははは、人がゴミのようだっていう人。あ、メガメガの人だって。ちょっとわかんない。わかんない。で、あの、それ、それ直しかね。そう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 、あの、偏屈じじいみたいな顔は。偏屈じじい。30秒前で。お前と俺が結婚する運命なんだとか平気で言う人。自分の利益のために。男としては最低の男。10秒前。さっきの自分の絵に土井ひいないわとか言う。土井ひいないわ。土井ひいないわ。そうね。なんかち、あ、でもね、似てる。でもなんか似てるよ、ドラえもんっぽく。終了。ピー。なんでみんな全然違うけど面白い。
ではでは、はい、それでは、うん、まずアベニーさんからあちらのカメラに向かってどうぞ。似てるよ、目が、目がほら、ね、雰囲気的にはこんな感じ、なんか藤子不二雄的なキャラになるんです。いそう、出てきそう。じゃあ、サラビーちゃんは、はい、どうぞ。なあ、そうなんですか。これ、なんか辛くない？カラカラもいるし、ドラえもんもいるし、これもいるなんかドラえもんない。このドラえもん、これ出てきませんでしたっけ？出てくる。あの ね、おばあちゃん、おばあちゃん、こんな、おばあちゃん、え、巨神兵？え、おばあちゃんのやつですよ、これ。あ、あれそんなの出てきたっけ？え、知らない。あ、おばあさんってあの船に乗ってる人？強そうな、ババアの。うん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 、なんとかなんとかなんだよっていう人ね。そうそうそう。出てる、出てる。懐かしい。では渋谷さん、はい、ちょっと僕分かんなかったんで、とりあえずここ。あっ、それ、それ小鳥とかなんか大事に拾ってくるあのロボットじゃない？あ、そうなんですか、うん、ちょっと分かんなかったですね。だってさっき人間って言ってたのに人間じゃないの。これは勝利の予感ですね。え、あ、似てる。うー、厳しいな。サダイさん、中島くんみたいな感じです。中島くん、あー確かに、あ、出てきた、答えが出てきた、答え、あ、でもほら、ほら、ほら、分け目とか見ると一応分けようっていう発想があるよ。分けようっていう発想あるよね。向こうないよね、なんか向こうもじゃもじゃしてるだけだよね。あ、でも二人とも似てるわ、うん、これはちょっと、では皆さん、こちらのカメラに向かって出してください。では、アベニーさんが似てると思った人、拍手お願いします。似てる、うまい。じゃあサザビーちゃんが似てると思った人、ドラえもん似てる、ドラえもん似てるね、ドラえもん好きやし。じゃあ渋谷さんが似てると思った人、渋谷さんいないね。じゃあダイさんが似てると思った人、もう似てると思うよ。では、勝者は、勝者は誰ですか、誰、誰ですか、どうしよう、どうしよう、俺はどっちかな、これどっちでしょう、天の声が、じゃあスタッフさんに決めてもらおう。いいよ、アベニーさん、アベニーさん、まず第3、すごい、第3勝利者の勝利、アベニーさん勝利です。おめでとうございます。2勝じゃないですか、2勝じゃない、あら、すごいですね、絵の才能が、天才なんだ、絵の才能があったの、っていうか、なんか捉えどころがすごいよね。え、なんて言うんだろう、ピッピッピッって書くところがすごい、なんかその人を捉えてるっていうか、すごいな。では、そういたしましたら、はい、はい、うん、勝者はアベニーさんなんで、うん、はい、我々からプレゼントを差し上げたいと思います。はい、いいな、うん、なんだ、まずは、はい、前回の方が、あのね、前々回の方のプレゼントもあるんですけれども、ルービックキューブ、ここに置いてある、おーおー、森さんっていう方なんですけれども、これね、バラバラになってんのガシャガシャガシャってやって、モデルな、通販番組、6面全部揃った状態でくださったサイン入りです。すぐできる方なんですか、うん、崩しても、うん、そう、すぐできる方なんですよ、ね、サインが入ってます、うん、こちらの方、あっち、あっちじゃないですか、これで、その台付きルービックキューブのね、すごい、うん、で、これ飾ってください、お家で、はい、で、もう一つ、お、これは、ザ・ロングデイが置いていったマジシャンというね、なんだ、ディスククリーナー&リペアができるもので、これを使うとディスクのクリーンとなんかリペアができるキットがついているということで、すごいですね、すごいよね、なんかものすごく安く手に入れて、そしたらもうたくさんあるからって言って、もう一つつけてくれたから一個あげるって言って、でもなんか結婚式の二次会でもらったっぽい。そうだよ、なんかね、ダメ出しして結構ね、あれだって言ったよ、なんだっけ、うん、なんだっけ、オークションだっけ、あー、オークション会場かなんかで手に入れたって言ってた、オークション会場、うん、その人たちオークション会場でね、ライブとかやってるんですよ。あー、そうですね、ツイッターとかこうやってやってるんですよ。あー、わかんない、どういうとこだか私も見たことないんだけど、それでね、なんか手に入れたって言ってました、っていうことなので、こちらをじゃあアベニーさんにプレゼントさせていただきたいと思います。やったやったね、アベニーやったね、アベニーやったね。で、はい、キットクリスタルからダイさん紹介してもらっていいですか。はい、はい、あ、シャドウトゥウィスパーリミックスアルバムという、うん、これですね、我々の CD を差し上げます。やったね、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 キットクリスタルの前衛なので、違う作曲家が作曲してるんですけれども、もう販売してないです。
ね、レアじゃないですか。レアです。もう残り少ないんですけれども、こちら1曲しか入ってなくて、1曲を、9つのリミックスに、ね、してあるものです。ぜひ聴いてください。ありがとうございます、はい、あ、いいな、よろしくお願いします。いいの、いいの、いいな、あ、いいなそれで踊ってくださ いなダンスミュージックです、一応。で、そうしましたら大さん、次は、はい、告知とエンディングですね。え、あ、こっち、うちの方がいい。ポーさんのプレゼントもご紹介していただきたいと思います。そうだ、はい、そうだ、そうだ、じゃん、でーん、お、な、何、 WWE WWE スマックダウンロー、うん、ジャパンツアー、なんだろう、何入ってんの、お、これは、うん、ギルフィーのロンパースです。おお、かわいい。でもさ、それサイズがすごいあれだよね。これフリーサイズですね。あ、そうなの、はい、すごいかわいいな。もうこれはあれだね、女の子しかでも着れないんだね。でも着ようと思えば男の人も大丈夫多分じゃあ第3弾これで出る着れるよ、かぶってる、着てみますか、じゃあ着てみますかって、ここで着替えちゃう、ちょっとでも この肉じゃちょっと無理だと思うんですけどすごいな、かわいいね。でもおトイレ行くのがめんどくさいんだよね。そうですね、じゃあ大さんの好きな、あ、そうなんだ、青のチェックだけど、どうしますどうしますって何、ないよ、大さんに投げちゃう、いやいや俺もじゃあ戻ってきますか、はい、違うよ、戻ってきました、はい、来週の方に、そう、はい、来月の方に、ね、来月の方に、そうです。でもう一つ、はい、はい、ですね、なんだろう、なんか、お、じゃーん、かわいい、チューナーですね。おー、それはいい、普通に、ね、音楽やる人もいい、ね、ブヤトーンさんのね、うん、こうギターにこう貼り付けられるんですよ、うん、後ろにこうちょっとこう粘着テープがないんですけど、うん、粘着シートとか粘着、ま、うんうん、マットっていうのをホームセンターで買ってもらって、こう貼り付けてもらってですね、うん、こうギターとかにこうボディにピッとこう、まあ、管楽器もいけると思うんですけど、貼って、うん、こうスイッチを押してやるとチューニングができる。おー、すごい、ほんとだ、はい、これをぜひ、おー、これすごい便利、便利グッズ、いいな、ありがとうございます、はい、おー、じゃあ来月のね、あのお客様、あとアーティストさんにプレゼントいただきましたので、説明書ないんですけど、ちょっと勘でやってもらって、勘でね、勘で皆さんやってもらって多分できると思います。ネットで検索を、ネットで確かにね、ネットで今検索すれば使い方とかみんな分かっちゃいますからね、載ってると思います。はいはい、それでは、うん、まずはポーさんの告知先にしますか。うん、どっちでもいいですよ、お願いします。はい、はい、では、3月22日に、木曜日、あ、こっちですね、あ、3月22日木曜日、ワイズエステック情報ビル店で、うん、アコーティックライブをします。なんかメガネ置いてきた、なんかかわいい感じ、7時からですね、うん、バイキング、うん、そうです、ね、バイキングです。なんだこのメガネ、まあ、オリジナルと、カバーとかをやりますので、ぜひ席は来てください。で、5月30日ですね、アルバムを出します。はい、お、ね、タイトルを、どうぞどうぞ、ご説明を、タイトルです、タイトルコール、アルバムタイトル言って、お、人生劇場です。はい、お、これは面白いです、面白い名前です ね、それ誰が名付けた、おっと、振ってくれた、うん、誰が名付けたの、誰だろう、おっと、誰だろう今日来てないおじさんです。いや、違いますいや、なんボケなくボケなくていいでしょ、そこねでしたっけ、そうですよ、そうですよ、自分でつけてました。これつけると小顔に見えるんでおすすめです、うん、はい、それなんかグダグダな感じですグダグダな感じですか、せっかくの告知でアルバムを7曲入りで、はい、1575円ですかね、で、高い予定、安いと言う、安い予定して、まあ、詳細はこちらフォーのホームページにあるんですけど、うん、あ、ブログかな、うん、検索していただいて、
まあ、随時、まあ、見せていくみたいな感じですかね、はい、POW で、そうですね、うん、その後ろにドットドットを入れないとダメなんですね。まあ、それでも出るかわかんないけど、ポーのささやきっていうタイトルなんで、ポーのささやきっていうブログタイトル出ると思うんで、お願いします。で、その5月30日同時に、レコ発ライブをやります。おお、これが、池袋のルイド K3 さんで、うん、あれですね、タイトルが心の音、ボリューム2というタイトルで、ライブをやりますので、ぜひ来てください。あと4月にハードロックとかメタルとかやりたいんで、カバーライブ、カバーライブやりたいなって思ってます。あのガンズとかチェッペリンとかそっち系をただやりたいだけなんで、がっつりやってもうぜひとも皆さんね、うん、まだ詳細が決まってないっていうことなの で、ね、はい、決まったらポーのささやきで検索してください、はいね、はいはい、詳細が載っていると思います。で、皆さんお願いします。ピュアウィングスレーベルからの告知です、うん、新宿のバイキングレストラン、うん、ワイズエステック情報ビル店にて、うん、ピュアウィングスレーベル主催のライブがあります、うん、3月8日木曜日、うん、ザ・ロングデイ、3月15日木曜日、はい、あ、ごめんなさい、そっちか。3月15日木曜日、ミカさん、お、3月22日木曜日、ポール、うん、やった、ポール、3月29日木曜日、藤田ルイジさん、お、ミュージックチャージなし、食べ放題飲み放題だけの料金のみでライブが見れます、お、男性3380円、安い安い、3080円、安い。なんかこれあの券があればちょっと安くなるんです。そうなんですよ、あのもし欲しいっていう人がいたら、あの秋葉 .tv にご連絡いただくか、私のところに連絡くれれば、あのね、両方ともまあどっちみち私があの発送するんですけれども、安くなる券、うん、プレゼントします。何人でも全員が200円引きになるっていう件がありますので、そちらの方をお渡しさせていただくので、もうぜひ幹事さんとかね、もしよかったら木曜日のみに使っていただいて、うん、ミュージックナイトの、うん、ねえ大さん、はい、うん、はい、ワイズミュージックナイト、起きろ起きろあの次の告知は3月11日日曜日、はい、と3月22日20日祝日に福祉施設でピュアウィングスレベルライブがあります。お、3月11日日は、うん、浦安ベテルホーム、うん、出演都市 IG、うん、マイノリソウルトング、うん、押田純子、3月20日は浦安市特別養護老人ホーム、うん、都市 IG ソソ、うん、ライブは14時から15時です、はいはい、14時から15時です、14時から15時、はい、オッケー、はい、行く、オッケーですね、よし。で、4月1日日曜日、はい、大阪岸原市、お、お、大阪千光寺さんにて、はい、押田純子のコンサートがあります。あらら、15時ぐらいから入場無料です。無料なんですか。そう、無料境内でやるんですか。そうです、境内でやらせていただきます、秋にもまたね、向こうでやらせていただくっていうお話をいただいてます。あと3月の6日ですね、はい、近いでしょ。なかった。3月6日火曜日、はい、西千葉、うん、壁の穴、うん、スパゲティ屋さんですね、はい、見てライブがあります。へー、みずほの森、小さな、みずほの森の小さな音楽プロダクションっていうところが主催してあのやってくれます。1000円で、はい、ご覧いただけますので、はい、皆さんもしよかったら来てください。19時からですよね。そうです、スタート19時からです、はい、以上です。以上です。それでは。はい。うん、それではエンディングですか。第3の質問コーナーですね。質問ですか。うん。質問さっきしたんですけど、またやります。じゃあみんなで第3に質問するっていうのは。なんでですか。ね。なんか第3の髪型についてなんかちょっといろいろ語りたいなと思うんですけど、なんかね、モニターを見るとものすごいんですよね。なんかこう。昔の人みたいじゃん、ダイさん。ほら、すごい髪型。昔の人。何、なんか昔の、なんて言うんだろう。何ですか。
吉田ビートルズとか、マシェル・マカート、なるほど、うん、あそんな感じですよね。ちょっと意識してますね。あ、山根康之。え、誰？山根康之、ゲットアロングトゥギャザー。山根康之さん、昔の歌手の方ですよね。歌手の方は ね、ゲットワイルドしか分かんないです。ゲットワイルドは違うでしょ、はい、TM でしょそれ、はい、なんかすごい、でも実はお金がなくて髪を切りに行けないってただそれだけのことみたいな。まあそういう話もありますなん切るとお寿司屋さんみたいになっちゃうんですよ、ダンさん。ね、刈り上げみたいな。この前魚屋さんって言ってなかった？あ、そうそう、魚屋さんあんまり魚屋さんもお寿司屋さんも髪型変わんないと思うんだけどそうですか。そうでもない？角刈りとか分かんないです。あ、そう、でも角刈りみたいな、ね、感じバサッと切っちゃうんだよね。ベテランの方に切ってもらったんですけど、そういう結果になりました。あの美容師歴何年だっけ？うん、10年。そう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 。それなのに長く切ってくださいって言ってバッサリやられちゃったんだよね。はい、なんか潰れてるっぽいですけど。ああ、なくなったのそこ？いや、わかんないですけど、なんかこの前通りかかったら、うん、なんかやってなさそうな。たまたま休みじゃなくてですかね。いや、わかんないです。じゃあ最後の思い出にと思ってバサッとダイソンの友達切ったんでしょうね。断髪式的な。断髪式的な。ひどい話ですけど、ね、ひどい話。でもダイソン、こうやって見てるとちょうどね、目がね、隠れるんですよ、全部。モニターを見てると。あ、ね、本当だ。あの、犬でいますよね。なんかそういう感じの犬が。いますね。ビアデッドコリー。ビアデッドコリーってさ、え、なんかオールドイングリッシュシープドッグ。あ、それ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 、うん、うちのゼル君みたいな感じだよね。いや、俺の話でいいから、ここはポーさんの皆さんを取り上げないといけないですよそうね。ではダイさん、ポーさんに質問を。あ、エンディングの時間ですね。なんで今ポーさんに質問って言ったのに。残2分、うん、じゃあリスペクトしてるミュージシャンの方をちょっと軽くお願いします。はい、アミニです。菅志子、言えない、菅志子さんが、はい、まあ、リスペクトしております。はい、はい、どうぞ。あたいは中島みゆきを崇拝しております。いいよね、私も大好き。はい、はい、はい、僕は桑田佳祐さんとか好きです。うん、桑田さん好きな人いっぱいいるよね。大さんは誰ですか、ちなみに。難しい質問ですね。なん、自分が振っといて自分が振っといて自分が答えられないって。たくさんいるんですけど、うん、ここは朝倉大輔さんと。ああ、なるほどね。もしださんは。私はね、サラ・ブライトマンかな。なるほど。はい、あの人のその根性がすごいなと思って。マドンナも好きですね。はい、生き方がね、はい、それでは今夜の放送もエンディングの時間です。はい、ポーの皆さん、今夜出演したことにあたっての軽く感想をさらっとさらっとお願いします。さらっとさらっとなんだ。はい、楽しかったです。ありがとうございます。はい、じゃこれでライブとか CD 買ってください。お願いします。感想じゃないです。いいですよ、すごく。はい、超面白かった。わら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 。はい、それではリキッドクリスタルの大東リキッドクリスタルの押田純子でした。それではまた来月まで。バイバイ。